アンジー、あのショップとストアの違いって何？アメリカ英語やとショップは製造や加工もするお店やね。なるほど。例えば Flower Shop and Coffee Shop。 確かに花屋さんって花屋こう言ってくれるもんな。ストアは商品を売るだけのお店。なるほど。ストアには保管するっていう意味があって、物を仕入れて保管してそれを商品として販売する場所のイメージやね。例えばブックストアとかデパートメントストアとか。完璧、もう分かりやすい。ほなアイスクリーム屋さんはどっち？ストア。靴屋さんは？それもストア。自転車屋さん？はい、それもフードは。いや全部逆やね。